北九州見つけ人の畑野直です。この番組では北九州の情報や魅力をお届けいたします。今回は八幡東区にある命の旅博物館にやってきました。いつ来てもワクワクする。今回はここでちょっと北九見つけてきました。今回はじゃん、大迫力の新しい仲間が一体どんな仲間なんでしょう。楽しみ。命の旅博物館はこの春展示リニューアルを行いました。最大の見どころは自然史ゾーンに新たに登場した大迫力のこちら。うわ、大きい。美咲さん、こちらは、はい、1億年ほど前の白亜紀にいた史上最大級の肉食恐竜のスピノサウルスになります。国内には2体しか復元骨格はなくて、新しい研究に基づく四足歩行の姿勢で復元された骨格はこれのみになります。全長15メートルの大きさを下を歩きながら体感していただくことができます。こちらは約150万年ほど前にいたエレモテリウムという生き物、オオナマケモノ類というグループに属する生き物で、木には登らずに40センチにも達するような巨大な爪で植物を引き寄せて食べていたと考えられています。一緒の高さで実際の大きさを自分と比べて体感していただくのもいいと思います。ここでちょっと北九新発見。歴史ゾーンにあるかやぶき屋根の民家です。阿蘇のですね、かやぶき職人さんに今回お願いして、もう屋根のこの下の竹からですね、この厚いかや、そして胸の上まで大きく、全部民家のですね屋根をリニューアルすることができました。そしてこれまで入れなかった民家に上がって昔の暮らしを体感できるようになりましたよ。どうでしょうか。お、本当にまさにお家で来ているような感覚を楽しめる。いや、大迫力でした。今日はリニューアルした命の旅博物館で見どころたくさん見つけてきました。